皆さんですね、もう皆様がですね心待ちにしている情報をですね今回は出そうと、商品説明じゃないんです、今回は、はい、今回はですね、もうこちらですよ、こちらこちら、ね、もう気になってるでしょ、そろそろそわそわしてるでしょ、12月だから、うん、もうね、多方面から言われるんですよ、やんないの、やんないのやんなかったことがありますかって話ですよ、こう、過去10年くらいで絶対やってるじゃない、やります、うん、やります、何をやりますか、福袋ですよ、はい、もうパフパフって言うんだよ、福袋です、いいですか、ありますよ、今回も、うん、当たり前です、当たり前なのクラッカーなんですけれども、いいですか、詳細をまだ確定しない部分があるんで、まだウェブとかには出してないんですよ、はい、ただもうあまりにも問い合わせ多いんで、触りだけ YouTube で出しましたと、うん、いうことですよね、触りっていうのはこういうことです、触りです、本当も、うん、やりますよと、いいですか、やるんです、で価格一番みんな気になってるね、価格、まあ、これはですねまだ実は決まってないんです、っていうのも全部入れるものを決めてからやっぱりいろんな意味で決めていかなきゃいけないところなので、はい、ただこれだけは言います、2万円は切るでしょう、値上がりしてませんとか言うんだけど、そうしょうがないでしょ、全世界的なこの物価とかあるじゃないですか、うん、だけどその5万とか言わないじゃないですか、ね、まあ、1万円じゃあ無理でしょう、話じゃないですか、ただ2万円はしないですよ、これはこの場でお約束してますよ、はい、2万円は切りますよと、いいですね、それがどういう値段また決まったって言うんですよね、いや、あとですよ、販売開始はいつも通りよりちょっと早いのかな、いつも通りか、去年と一緒です、12月、もう言っちゃうよ、いいですか、いいよ、12月25日クリスマスの日の18時です、いいですか、はい、もう一回言います、12月25日のクリスマスの日です、はい、イブじゃないですよ、クリスマスの日の月曜です、月曜ですね、の18日、つまり夕方6時に一斉オープンになります、はい、ですね、なんでこんなことを言うかというとですよ、もちろん毎年ですよ、端っこのサイズが少ないって、これどの何やって同じじゃないですか、まあ、3XL と M が同じ数のわけないじゃないですか、話してるんですね、そういうところは少なかったりするんですよ、 XS とかさ、ね、そういうところは早くなくなっちゃいますよって話です、だからなくなっちゃったら福袋ないじゃんってなっちゃうから、はい、絶対欲しいんだよ俺はって方はもうその日だけはどうにかですね、この月曜日の18時は頭に入れていただいて、はい、しっかり見てください、うん、いいですね、で内容物、これもみんな気になってますよね、当たり前何が入ってるんですか、まあ福袋なんで言っちゃったら福袋なんないっていう可能性もあると俺思ってるよ、うん、まあいろんな福袋ありますよ今、はい、もう全部入っても書いてある、うん、何千分の商品券、何と何が入ってます、はい、それでいくらっていうのもあるけど、うちはやっぱりシークレット、開けた時のお楽しみしていただきたいので、うん、っていうのと、あとうちはもう多岐にわたるんで商品全部言えないでしょっていう話、はい、なので言ったことはないんですけれども、今回何がすごいってまたこう入れてんのライブ入ってる場内合計がまさかの税込み4万円以上なんだって、はいパフパフって、編集大量編集指示過去最高額になっています、いいですか、要は上代ですよね、普通に売ってた金額の合計をしていくと4万円以上のものが入ってますせってことでございます、はい、もうお得なのは間違いないんですよ、うん、だって2万円を切るって言ったけど、じゃあ2万円19,999円だったとしよう、はい、まあ2万円じゃないですか、約、うん、いや約2万円じゃないですか、はい、だったとしても倍以上入ってますよ、ってものがね、その上代定価の合意に4万円以上入ってるんだから、うん、まあお得ですよねって話でございます、でなんと、まあ、種類ですよね、種類はウェア類、うん、キャップ類、うん、雑貨類が入ってるんです、はい、基本的に、うん、そこにですね俺の気がなんかこう気持ちが良くなっちゃったらポイってなんかこうこれめでちゃい、いや抜くことないでしょ、ああもうこれ入れちゃおうぜ、もう俺の判断でこれもプレゼントやみたいなのがあれば入れますが、なんでこの人だとあれは入ってないです、ラグビーギアっていうの、だからヘッドキャップとかさ、
かポイントとかスパイクとかポイント、そういうのは入ってないですよ、うん、そういだって普通の人もらっても何使うねんってあるじゃないですか。ああそうだから、こちらの福袋はうちのラグビーオンラインの福袋はそういうラグビーをしない方でも喜んでいただけるような商品が入ってます。それはサイズ別になってますんでお気をつけくださいねということでございますね。 OK ですね、ここまで OK、はい、ね、決まってます。でお届けはですね、昨今のこのドライバーの不足のあるとこもあるんですけど、一応早くそのご注文いた25日に注文、うん、ご注文いただいたものからどん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 倉庫には投げて、はい、倉庫から出すんですけれども、倉庫が最終日ってのがあるんですよ。27日だったかな、8日だったかな、28かな、8日、うん、でそれまでの注文は全力で8日までに出しますけど、8日っつったって時間があるじゃない、何時までにしかできない。まあまあそうです。そのギリギリのところで入ったご注文に関してはもう要は29日以降発送できなくなっちゃうので、それの以前ね、そのまた後で詳細は出しますけど、以前までの注文に関しては1月の2日にお届けポーンっての予定です。予定というのはもしかしたらもう季節外れ、季節外れてねえな、季節になるからね、もう超大雪とかさ、なんかあんじゃん、遅れちゃうこととか、うん、普通じゃなくなっちゃうこととかなったら、はい、もちろんそれはその配送業者さんだってその無理じゃん、うん、ってことがあれば遅れますよ、それは入れといてくださいですね。配送業者にはもう渡してます、うん、ほぼ大和さんだと思うんだけど渡してますけども、もしそういうことがあったら1月2日に届かない可能性もありますので、それは追跡番号とかで見てください。それ全部は分からないんですよ、はい、いいですね、こうなのね。でそのリミット期限以降の人たちに関して言うと、倉庫が開く日にちからの順次の出荷になるので4日ぐらいかな、うん、発送開始になるんだけど、当然倉庫さんも考えてね、みんながいっぺんにそこで発送しろって指示が行くんで、はい、100出したら100出せるかどうかわからないんですよ。そうです、僕たちだけじゃないんですよ。ちょっと70だけにしてくださいって言ったら漏れちゃう30とかもうある可能性ありますよと、まあ、頭に入れてください。だから4日以降を順次発送をさせていただきます。だから4日に運よく発送できればお近くであれば5日のお届けだったり、あとはちょっと遠方、東京からしますんで遠方だと2日ねかかって、6日お届けになったり、あとはその最初の数字に漏れちゃった4日発送できませんでしたごめんなさいになっちゃうとちょっとずれちゃったりしますけど、まあ福袋なんでその辺はですね、多めにというかですね、まあいいじゃんいいじゃんって思っていただければ幸いでございます。これはもう私たちはどうもできない部分になっております。で今回も去年もそうだったんですけども、お支払い方法はクレジットカードのみとなっちゃってるんですよ。残念ながら申し訳ないですけど、で結構いろんな手続きが煩雑だったりとか、他の決済にすると、はい、でそれをうちがその例えばうちじゃなくても年末年始でその入出金見れなかったりすると逆に遅れちゃったりとかするので、はい、今回も申し訳ないですけどクレジットカード決済のみとなっておりますのでご注意ください。で今回は実は以前からだけど複数個お買い求めいただいて、なおかつ他のものとかってなっちゃうと、もうすごく煩雑になっちゃってするわけよ、うん、もうあれだ、はい、なので今回は1回のご注文で1個だけ1個のみ福袋はカートに入れていただける仕様になってます、うん、いいですね。でその回そうするとじゃあ何2万円以上でうち送料乗れないわけよ。まあそうっすね。なんだお前送料でなんかぼったくろしねえかってなっちゃうんですよじゃないんです。送料は今回なんとこの金額に込みにします、うん、込みとサービスうちが、うん、ですね。だから送料のことは考えないでください。はい、だから19,999円だとしようとりあえず例えばじゃあ19,999円をいただければ送料とかかからないでお届けできます、うん、ですね。その代わり1回につき1個しかちょっと入れないです、はい、注文をちょっと分けたいっていうこちらの事情もあるんですけど、うん、ですいいですねのなっております。で僕はここ当たり前なこと書いてますけどラッピング対象外です。ラッピングし、うん、福袋もそもそも福袋になってるんですけども、うん、福袋ラッピングさらにラッピングっていうのはちょっとできませんよと、うん、大きくなっちゃってね、うん、できませんよっていうことをご了承ください。で店舗受け取りが今回できないんですと、うん、残念ながら去年は
できたかもしれないかな。なんで申し訳ない、送料はあのサービスしますんで、ぜひあの お送り先をご指定ください。そちらにお送りしますからね。いいですか。店舗が、いや、なんか店舗実はあの店舗でも違う企画とかがあって、ちょっとそこが混ざると面倒くさくて、間違えちゃったらやばいんで、やめましょうということになっております。はい、で、そうなんですよ。だから、そう、これから言います。大丈夫です。でですよ、店舗の話しますよ。店舗では、これの話とは別、今言った話は別ですよ。その二十何日とか、そういうの別です。全部、全部、値段は同じです。はい。ね、同じお値段にて、店舗でも今年は販売をいたします。今年は、今年も、はい、ですか。それはですね、なんと、なんとじゃないな、今年の初売り、今年じゃないですね、来年です、1月の3日です。はいはい、3日の初売りで福袋を若干数ご用意しております。その場合はウェブで売り切れてるサイズとかもあるかもしれない。はいはい、かもしれない、分かんない、まあ、どういうのかで、うん、店舗は店舗用でご用意がある、はい、これは3日の初売りでやります、はい、時間とかはまた後でご連絡します。なぜかというと3日の日本橋大門ですよ、なんとお外で、うん、お祭り、あ、駅伝か、イエス、箱根駅伝が帰ってくるとこの横にうちあるんですよ、うん、もうものすごい人なんですよ、いいですね。なので、いや、 わざとじゃないんですけど、ぜひですね、あの箱根駅伝とかその面白い日本橋も体験してほしいんですよ。せっかく来ていただくんであれば日本橋を見ていただきたいという思いを込めて1月3日の販売としますので、ぜひそちらもしなんか、あ、そういえばと思ったら来ていただければ、1月3日からやってますよね、うん、あの福袋も若干数のご用意がございます。そしてそしてまだあの伝えきる情報があと2つあります、はい、もう1つ、今回サイズね、サイズなんですけど、大人用は XS から 3XL までなんです、はい、ただ今回若干数だけ子供用ってのを作ります、ほうほう、予定があります、うん、こちら値段とかは全部違います。ただちょっとごめんなさい、今時間かかってるんですけど、作るのに時間かかってるんですよ、そのリストはね、はい、なのでまだこれは決まってないので、お値段だったりサイズだったりっていうのはまた後ほどお伝えしますけど、子供用ってのもご準備がございますので、よろしければちょっと考えてくださいね、はい、いいですね。あの値段は安くなるのは間違いない、あの、うん、大人用より高くなるってことはないですからね、うん、まあ、そうですね、ちょっと値段は待ってもらって、あともう一個、もう一つ、さっきちょっと言ったけどグッズ入ってますよなさっき、ヘッキョさん、うん、今回実はグリフィンのグリフィン社さんのね、はい、ご協力もいただいて、うん、グッズの福袋も作ろうかなっていうのが上がってます、はい、で詳細は決まってないんですけれども、要はヘッドキャップとかあるじゃん、うん、ソックスとかショーツとか、そういう本当にラグビーする子用の福袋を別枠で作ろうっていう話になってます。でこれほぼほぼ決まりになってますけど、まあ、値段とかなんていうのは決まってないので、決まり次第これもお伝えしますけども、それはこの福袋とは別枠福袋はご用意しますので、頭に入れておいてください。よろしいでしょうか、はい、ここまで大丈夫ですね、はい、ご質問ないですか皆さん、はい、ないですね、福袋についてご質問ないですね、うん、でもちろんご質問ある方いっぱいいらっしゃると思うんで、あのコメント欄に書いていただいても大丈夫なんですけども、今まだ決まってないこととかもあるのでお答えできないこともあります。あと何が入ってますか的なことももちろん今は答えられればせん、そうっすね、はい、申し訳ありません、はい、ただやるということはやりますので、皆さんご準備の、ご準備、何をご準備するの、あの気持ちの準備ね、うん、していただければと思いますし、あのドキドキしないで大丈夫ですよ、はい、もしないのかななんて思われるので、やりますから大丈夫でございます。はい、というわけで今回ですね、福袋の2024になったかな、2024福袋の触りのご説明です。ボリューム1とです、決まり次第 もしかしたらもうちょっと動画追加するかもしれません。あのこういうのが入るの決まりましたとか、こういう今言ったね子供用のサイズが決まりましたとか、グリフィンの福袋が決まりましたみたいなやつがあればまたですね、撮らせてこちらの方でアップしていただきますので、よろしければそちらの方も見てみてくださいねと、はい、あとですね、最近言ってなかったこちらで お願いですけども、チャンネル登録ですよね。そう、久々に聞いたな、この前ですね、あの お前だよ知ってるよなって言ったら、してないスタッフちょろちょろいたわけですよ。こんだけ僕会社の一角を使って大声張り上げてるのに、まさか登録してないスタッフがいるなんて思いもしなかったわけですよ。うふじゃない、登録して押すだけみたいなもんじゃないですか、はい、いいですか、見てる子供たち皆さん、あのこの前スクール行ったらみんな見てるよって言ったけど、登録してるって言ったらしてないって登
殺しろって言ったけど、そうは言えないですよね。お父さんお母さんの携帯使ってる場合ではありますからね。いいじゃないですか、お父さんお母さんに言っていただいて登録してくれると、いやもうあの成長曲線がおかしいなと年内中に2000人っていう目標を掲げてたのに、気づいたらなんかもう遅れまくっちゃって、最近なんか水平飛行に移っちゃったみたいな。あれ上昇じゃないで水平飛行になっちゃってなんでなんで、まだ2000人まだか、うるさい。そうか、いいんですよ、それも励みになって、いやもうね、金とかそういう汚い話じゃないですよ、僕は励みになりたいわけ、はい、これやっている、うん、増えてる、一日朝来てさ、ちょっと増えてると嬉しくなっちゃう。やってよかったなってなると思うよ、うん、そこでさ、うちみたいになっちゃいましたね。はい、いいんですよ。はい、皆さんぜひですね、福袋今年もですね、皆様の元に福が来るようにですね、ぜひ、見てみていただけると。これ幸いでございます。はい、はい、というわけで今回は福袋のご紹介でした。またね。